これを消すのに、あれ、どこ行くんやったっけ。ああ、道開けてくれんのか。できたんなら最初からやったらええやん。そんなんできたんや。じゃあこの数は多いのでドラム缶で蹴散らしましょう。どれぐらいかな。もういけるかな。もういける。よし、向こう側のゾンビ開けんよな。まあ、弾がね、とにかく序盤はあんまりないはずなので、バイオハザードはね、どっちかっていうと弾をこう節約して敵バンバン倒していくゲームっていうよりかは、どうやってこの数少ない弾を節約してどうやってやりくりしていくかみたいなのが楽しいゲームやったりもするのでね。最近のバイオハザード結構敵をバンバン倒していくみたいな作りになってること多いですけど。なんか食べてるね。お食事中の方いらっしゃいますね。あ、どうも。はい、よし。ガンパウダー。ああ、さっきんとこに戻れんのね、これで。はいはいはい。さて、え？え？なんか全然視界に入ってなかったけど、燃えてるやつおる。ゾンビになって主人公を襲う予定やったのにもかかわらず、かわいそうに。ドラム缶で画面外で死んでるやつが。これ組み合わせときましょう。グリーンハーブとレッドハーブを組み合わせると全回復アイテムになります。さて、こんにちは。ここも体験版で開けたな。さすがに覚えてないな。ドラッグストア店主の日記。うん。アンブレラ社の新しい育毛剤が飛ぶように売れてる。そうか。実際あったらちょっと使いたいって人おるやろうな。よし。弾作っといて。うわ、マジか。こいつも倒さなくていいでしょう。迂回迂回。弾。あ、でもなんか弾めっちゃあるな。どないしよう。余ってるぞ。まあでも弾が余ってて困ることはないからね。大事にしていこう。弾。命と書いて弾。君確かゾンビやったよね。覚えてたよ、俺。君体験版でやられてるからね。俺覚えてたよ。何こいつ、しつこいな。顔穴だらけやん。やめときや、もう。膝、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 膝。よし。倒れた後何回か切ってみて動かなければ死んでる。強化火薬。これ組み合わせたらショットガンの弾やったっけ。昔はね、昔のバイオハザードは倒れたゾンビが床に倒れてそのまま血がドバって広がったら死んでる合図やったんですけどね。そのシステムなくなっちゃったんよね。あ、これや。937。左、右、左。937。よいしょ。左回りで、937。何入ってたっけ？あー、ダットサイトみたいなやつか。オッケー。これはハンドガンと組み合わせることによって、精度が上がるわけですね。うん。まあ、君は倒さんけどな。ずっと埃っぽい倉庫で一生終えちまいな。向こうのゾンビはこっちに気づいてないでしょ。こう、あー、ゾンビおるな。外した。こいつ、ああ、よしよし。うつ伏せで倒れた。うつ伏せで倒れた敵はね、起き上がり際に噛みつくっていう行動ができないから、つきたい放題よ。好きなだけケツの穴をついてやりな。肛門の数を無限に増やしてやりな。ちょ、待って。なにこいつ。お前すごいな。はい、うつ伏せに倒れた。やっちゃったね。肛門の数を増やされちゃうね。よし。しかし弾めっちゃあるな。
まあでも節約していきましょう。節約するに越したことはない。消火ホース。あれ？なんか、アイテムパンパンやねんけど。チェーンを切って取り出してくれ。ここにね、チェーンが、チェーンカッターみたいなのがあれば、このショット感が取れるんやけどって感じですね。これは？あー、ガンパウダーはもう組み合わせて弾にしちゃいましょうか。オッケー。ここは？手榴弾欲しい。やばい。アイテムが持てない。こっちやったっけ？見たところ、鉄道会社のようね。ナッセン！カイトブロスレールウェイ運行マニュアル。停車駅と使用するホーム番号を再指定してください。まあ、電気を戻さなきゃ。なんなのこれ、すごいある、この鍵。売ったら壊れんちゃうの？ムーンズドーナツ。ドーナツ、あー結構ゾンビおるな。ドーナツ屋さんなんや。後ろから来てないな。はーい、楽しい。ゾンビは多分何も楽しくないやろうけど、私は楽しい。ちょっと待って、ここって確か、この先に、アイテムボックスなかったっけ？うわ、まだある。これなんなんマジで。腹立ってきた。そろそろ腹が立ってきた。アイテムボックスあるわ。なにこれ、飾り箱。はい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 。開けると、中から金目のもの。やったー。入れときましょう。あとでハードオフに持っていきましょう。グリーンハーブ。グリーンハーブも、いやー、空きスロット2個はちょっと心もとないなー。預けとくか。敵の攻撃なんか全部避ければいいのよ。当たらなきゃいいのよ。ハンドガンの弾。あ、やべ、ハンドガンの弾が。ついに1スロットで持ちきれなくなってはみ出てしまった。ガンパウダー。すいません、弾は節約していきましょうとか言いましたけれども、バンバン撃っていきたいと思います、これから。おお、な、今の俺の反応すごっ。こいつじゃなくて床に倒れてるゾンビが起き上がると呼んでたからやねんけど。うわ、何しやんねんこいつ。今んとこでとっさに緊急回避ができるようにならんとあかんねんな。絶対こいつ起き上がるわと思っていつでも引き返せる準備してたら横から来たわ。ガンパウダー。ああ高所になっちゃった。うつ伏せ。ここ確か、マジか。じゃあもう行ける方向はあっちしかないの？でもこっち側行ったら、大丈夫？体験版やったらこの先に追跡者出てきてんけど。はい、こっから別日の収録です。急にテンションが変わるかもしれませんけれども、それは別日だからです。よろしくお願いします。戻ってきましたよと。体験版やったらここで追跡者が出たりしてとてもびっくりしたんですが、さすがに出ないよね。そんな細かい感覚で襲ってこられてもな、困るわ。こちらとしても。ここから上上がれますよと。で、消火ホース持ってきてるから、ここでこの火は消せますよと。おほほ。やってみたかったんやろな。めちゃめちゃ豪快な消し方したな。お？リペア！修理してくれ。あった！チェーン買った、あった！すぐ帰るね。ごめん、ん？そっか。ごめん、ちょっと俺忙しくて。一番最初にチェーンかかってたのがここやな。柵。いやー、いいもんありますように。なにこれ。あれ？キーアイテムっぽくない？いらんねんけど。
なんかすごい吐きそうになってるおっさんおらん？なんでここでは電気つけてくれへんの？ジルちゃん。懐中電灯持ってるよね。つけてくれんかな？強化火薬が持てねえなぁ。救急スプレー持てねえなぁ。あと、ここか。ここのチェーン切るのと、で、もうショットガン取りに行こう。これ多分ショットガンさえ取っちゃえば、チェーンカッターいらなくなるんじゃないかな。よーし。あ、ちゃうわ。チェーンカッター取ったすぐ隣のドア開けてないわ。しまった。開けてくれよかった。いらん。せっかく開けたし、ここ見ときますか。お前ゾンビ化するやろ。知っとんねん。よし。オッケー。で？こんにちは。えっす。出てきてください。ドラム缶でお出迎えするんで。あー、一人助かりやがった。お前。リスク回避すごいな、お前。大物になるぞ、お前。小物が！この小物が！仰向けに倒れた時は頭側から切れば大丈夫かな？ん？手榴弾と？あー、ショットガンの弾も持てん。持てん！足りんアイテム欄が。ナイフが邪魔でしゃあない。とりあえずアイテム取るために置いてきたけど。これで、しまいかな。この建物入った時に聞こえる吐きそうになってるおっさんのうめき声何なの？出るやん。うわ、いた！お前！お前、それはあかんやろ、お前。お前、考えろ、お前。常識ないんか、お前。最悪や、こいつ。もう、こうなって思ったら何も持てん。ナイフ置いてっていいんかな。チェーンカッターが必要なくなることを祈ろう。さて、このバイオハザード RE2 の時にあった階段上がる時にカチャカチャやったら移動スピード上がるテクニックはあるんでしょうか、今作にも。でも RE2 結構見た目似てるっていうか、システムそのまんまっぽいから、ありそうやな。あーしょ。で、ここのこいつをチェーンカッターで切ったらチェーンカッターはもう必要なくなると信じよう。お、なくなった。さあ、最初に切ってくるべきやった、くそ。ああ、誰や、誰や、反省してない。え、誰今撃ったの？ニコライか。あ、ニコライや。してなかったかもしれないでしょうか。スターズのやつ甘すぎる。壊滅寸前になるわけだ。ニコライア、生かしてゾンビになってもお前は生き残る気がないのか。生かしてもゾンビになってたか。弱いやつはいらない。邪魔になるだけだ。おお、ニコライア。あいつもともと、まあ、なんていうか、バイオハザード3の、でも悪者キャラではあった。敵側の、敵か味方かみたいな感じ。まあでもどっちかっていうと敵サイドみたいなキャラではあったんですけど、明らかに悪くなってる。91キロ。グランド12周、サーキット2セット。あばよくそ刑務所。無期懲役を食らい、無所でクソをひり出すだけだった俺にとんでもないチャンスが巡ってきた。仕事だぜ、仕事。ギャング20人殺しの罪がチャラ。すごいな。そう。アンブレラがね、こんな感じで、なんかすごい結構、しかもヤバめの囚人を解き放って UBCS に雇ってたみたいな。今のがニコライ。ニコライはちょっとだけ顔変わって、なんか、痩せてたな。あんなに痩せてたっけな、ニコライ。ニコライ・ジノビエフって名前でした、確か。ジノビエフっていう名前が好きすぎて覚えてます。待って、ジノビエフ。ジノビー。
どこ行ったんやろ。今うち殺された名もなき人は知らんキャラです。とある UBCS 隊員、ありとあらゆる地獄を見てきた。過酷な収容所の生活にもどんな拷問にだって耐えられる自信があった。あっという間だった。最新のアサルトライフで武装した30人の精鋭部隊が数日と持たずに壊滅した。俺は地獄を知っている。だからわかる。この先に待つのはさらなる恐怖と絶望だけだ。自殺したんか、ゾンビ化する前に。偉いなぁ。俺こんなところでゾンビに噛まれて自分がゾンビになるなって分かっても最後まで自分の頭銃で撃つとかできへんわ。生きてる間に。俺ゾンビになる気がするから、ゾンビになってから殺してな。絶対に生きてる間に殺すのやめてって言うわ。ゾンビになったらもうしゃあないから撃ってもいいけど、ゾンビになってる、なるまでの間に撃ったらほんまに怒るから俺。あちこちで停電が起きてる。ありったけの小型発電機を街の各所に設置した。だからみんなで使ってくれ。銃で撃ったりして強い衝撃を与えると放電して近くにいるものを感電させる。使える無事にやり過ごしたら壊れた家電を買いに来てくれ。出血価格でサービスするからな。寒ー。そうか、みんな協力して頑張っとったんやな。あ、犬来た。ドーグ！わっオッケー。ゾンビ犬はね、撃った後のあの、あうーうーみたいな声が聞こえたらやられてます。ちなみに、この街中に出てくるゾンビ犬はゾンビ犬というモンスターです。バイオハザード1に出てきたゾンビ犬は実はケルベロスという名前やったんですけども、あれは人工的に作られた BOW やからケルベロスという名前がついてました。バイオハザード2と3に出てくるゾンビ犬は、街中におった犬がウイルスに感染してしまってゾンビになっちゃったものなんで、自然に生まれてしまったものなのでゾンビ犬です。覚えておこう、バイオハザード豆知識のコーナーでした。よいしょ。ん？あ、ここ変電所が来た。あ、こんにちは。すぐ帰っていった。どこ行くのあいつ。わあ、仲間連れて帰ってきた増えたオッケー、クリティカル。クリティカル発動すると一撃かな。どこ行くねんお前なんやねんで、こうなってしまうと、肛門を増やしてやるよ。うわあくそお前、お前腹立つ、こいつ何よ、こいつ。じゃあ、この鍵腹立ってきた、そろそろ。開けて開けて。あの鍵開けるやつってどっかで手に入んのかな。そろそろ手に入ってくれんと、開けに戻んのめんどくさいところまで来てしまいそうやねんけど。ああ、でもどっちにしろ変電所で電気入れたら戻るから、別にいっちゃいいのか。でも変電所で電気入れたら追跡者出そうな気がするなぁ。追跡者って倒せんのかな。原作では倒せてんけどな、一応。何回倒しても復活するけど。とはいえ、出てくるたびに一応倒すことはできたよね。で、倒すと強力なアイテムが手に入るっていう仕様やったんですけど。今作はどうやろうなぁ。サイドパック来た。やった。ありがてぇ。変電所所長からのファックス。市内で発生した大規模暴動への対応のため計画停電の実行が決定。暴動が収束次第、当直の職員は速やかに4つの暖炉機のレバーをすべてオンにしてください。その後、司令室の主電源を入れれば送電機能は回復。オッケー。なんのこっちゃわからんけど、やるわ。ひどい匂い。
これって考えたくもない。考えたくもない。なあ、すごい生い茂ってる、ここ。グリーンハーブをつけ！なんだ？奴らの幼虫が口から入り込んできやがった。どうにか吐き出そうとしたが、よほど居心地がいいのかまるで出てこねえ。虫下しにはグリーンハーブが一段だって死んだばあさんの言葉が頭に、そうな。グリーンハーブで虫下し？虫下し？わー、なんやここ。道具があれば開けられる。キーピック。専用ケース。はい。ジルってキーピック最初から持ってなかったっけ？ 3 の時って。お、大丈夫か君。一回頭打ってからの方が良くない？おおお。これが虫？なんてこと？何？虫？これ、どうせ？え？あ、キーピックや。よし。ハンドガンの弾。虫？そんなモンスターおったっけ？ 3 って。3ってドレインサッカーとか出てくるんやったっけ？開けていきましょう。なんかね、デザインを見る感じめっちゃ気持ち悪い、きっしょいモンスターなんですよ。きっしょいモンスターやねんけどさ、バイオハザード3の頃ってドットがしょぼかったからさ。あー、こいつ、ドレインサッカーじゃないこいつ。おめでとう！何素直に口開けてんの？あかんよ。さっきの呼んだでしょ。おぼぼぼぼぼぼ、むしむしむし、むし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 、パラサイト、ああ、よいしょ。サンナの最悪。なんていうか、3の頃ってまだグラフィックがしょぼかったからさ、なんか、灰色のやつが、チュピピピピピピピって歩き回ってるだけの意味不明なやつでさ、なんやこいつって思っとったんや。これは？おわわわわ。さて行くんかい。なんやねん、もっと俺に興味持てよ。私にパラサイトしなさいよ、もっと。あ、いるな。あぶね。ここ、入るか。なんか確かに場所は表示されてたけど、場所なんか覚えてないぞ。ハンドガンの弾。なんか4箇所ぐらいスイッチ入れなあかんとこあったよな。てかもうこうなっちゃってたらもう無理じゃない？って俺思うんやけど。いるな、あそこ。やめろ！どけ！私のボディを狙うんじゃないわよ。あ、すいません。長押しですね。なんやねん。なんやねん、お前。うお、来た。うお、いっぱい来た。かわいくない。やっぱモンスターはさ、ちょっと、かわいげが欲しいよね、俺にはね。あ、危ね。産まない、俺、こいつよけんの。負ける気せえへんねんけど。あ、危ね。いやー、ちょっと勘弁してよ。もう、お前らからは情熱を感じへんわ。人間に寄生したいという、この情熱を全然感じへん。来てるー！やめて！今、あぶ！お前、ほか！やっとるやろ、今、いろいろ。あぶね。情熱を感じへんわ。もっと、寄生させてくれ！寄生したいんやーという、この、熱い思いを感じへん。人の金で飯が食いたいというこの思いをお前らからは感じん。その強い思いがなかったら規制なんかできへん。いた！そっち！
時間かかった。これで全部ね。全然あいつ規制してけへんねんけど。なあ、お前規制せえや。引っかいてくるだけやんけ、さっきから。規制してこいよ、おい。規制楽しみにしてるんですけど。全然規制してけへん、こいつら。ただただめっちゃ引っかかれた。腹立つ。オッケー。あとは主電源を入れるだけ。あれ、ドレインサッカーかな。そんなことしてきた記憶ないけど。自分で言っててなんか違和感があったので調べました。ごめんなさい、名前間違えてました。ドレイン・ディモスです。あいつらの名前がドレイン・ディモスで、この後でブレインサッカーっていう違う名前のやつが出てくるんですけど、名前ごっちゃになってブレインサッカーになってました。すいません。ドレイン・ディモスやね。そうやわ。電力復帰させたよ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の司令室に向かってくれ。誰が相棒よ。かわいい。なんかジルちゃんめっちゃかわいなってるな。そう、いやー、とりあえずこれ開けまくるか。もう多すぎてどこに何があったか覚えてないレベルでこれかかってたよな、いろんなところに。まずは、キーピックアイテム欄に入ってんのめんどくさいな。あ、こんにちは。よそのしょ、困りますわ。よいしょ、はい。なんだなんだなんだ。あいつ絶対走り出す、絶対。距離離したら猛ダッシュしてくるタイプ、あいつ。ああ、やばいやばいやばい、やっぱり。こんにちは。逃げろ。おーおーおお、よいしょ、急いでます。あ、道間違えた。ダーン、道を間違えました。こっちです、こっち。